ザ・ミュージックデー・デイは日本テレビ系列で2013年から毎年1回、夏の土曜日に幕張メッセから生放送されている大型音楽番組である。毎年年末に放送している日テレ系音楽の祭典ベストアーティストから派生し、日本テレビ開局60年記念特別番組として2013年に第1回が放送された。懐かしい名曲から最新曲まで。 日本人に力をくれた名曲を紹介する。第2回までのサブタイトルは音楽の力だったが、第3回以降は、サブタイトルは1年ごとに変わる。第2回から第4回までのテーマ曲は、中島みゆきの時代だったが、第5回からは、ホテイとモヤスのミュージックデーがテーマ曲となった。第7回では再び、時代を起用しながらも並行して、ミュージックデーも使用している。 第8回は、カーペンターズのシングがテーマ曲となった。日本テレビ系列フルネット28曲に関しては、全編ネットワークセールスとなっており、フジテレビ系列とのクロスネット曲テレビ大分でも、通常時の土曜日にフジテレビと同時ネットとする時間帯を含む一部時間帯を除いて全編放送されている。なお、11時55分から12時に放送される事前枠は、 関東対一部地域でのみの放送となっている。なお、メイン会場の運営は総合東京が行っており、他の日テレ系音楽番組主催イベントの運営も同様に行う。第8回となる2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で例年の7月から放送時期を遅らせ、9月12日の14時55分22時54分に生放送された。 例年通り、幕張メッセからであるが、無観客で実施された。2021年は2年ぶりに夏に放送されたが、引き続き、無観客の上日本テレビ、番長スタジオからの生放送に変更された。第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第8回、第9回。ありがとうございます。